ね、でもね、虚しいっていうことはね、気が付くっていうことはね、非常にね、高尚な人なんですよ。はい。だいたいね、虚しいなんてね、そんなこう形にもならないことね、あんまはい。り苦しまないですよね。形にもならない。はい。だからね、例えば男に捨てられたとかね、愛する子供にしないだとかね、そういうこう具体的な、ね、ことだと分かりますよね。だけど割合と満ち足りてて、暮らしにも困らない、仕事にも恵まれてる、そういうなのに虚しいって人が多いでしょ。ああ、そうですね。私がね、出家したのが51歳でした。で、私その時ね、いろいろ聞かれる、なぜ出家したかって聞かれるんですけどね、よくわからないんですけどね、一番その自分で分かってることはね、虚しかったんです。ね、だから51の時ね、まあ51に出家しましたけど、48ぐらいからかな、もう何かね、耐え難く虚しかったんですよね。だから仕事はいっぱいあるし、それから、別に、その仕事よくするから、真面目によくするから収入はあるしですね。で、欲しいものは手に入るし、で、まあ、ちやほやされる立場になるしですね。ちゃんと、恋人もいたしですね。だから、一人か二人かいたでしょ。だからそうね、でしたか。ちっともね、そんなね、虚しくないはずですよね。一般から言えば、羨ましがられてる立場でした。大変な流行作家でらしたことを覚えております。ところがね、私はね、そういう欲しいと思ってたものが全部手に入った時にね、とても虚しくなったの。それで、なんでね、私はこんなものを手に入れるためにね、いろいろ一生懸命やってきたのか、まあ、口も利けない子供を捨てたしね、赤ちゃんだったんですね。悪くもない、ね、赤ちゃんでもなかったですけどね、悪くもない、夫を裏切ったりですね、そういうことが、ね、をしてまで小説を書いた。それで手に入ったものが、あ、なんだ、こんなものかっていうのでね、非常に虚しかったです。だから、その虚しいってことはね、物が手に入るとかね、何もかも欲望が満たされるとかね、それとちょっと違うのね。だから、何のために、こんなに、しゃかり気になって生きてきたんだろうとかね、そういう感じなんですよ。最近ね、そういう相談をよこす方もですね、何かいろんなものはね、手に入れてるんですよ。それで、結婚もしてるし、ご主人もある地位になってるし、それからお子さんもちゃんと育て上げてる。それで虚しいっていう方が多いですね。何か、これって言えないんだけど、虚しいって人が多いですよ。それはやはりね、何のために生きてるかっていうことをこうじっと考えたら虚しくなるんでしょうね。私は仕事が大好きな36歳。2ヶ月前、夫が実家に帰ってしまいました。家庭人として時間を多く取るよりも仕事にかける時間をもっと増やしたいと夫に相談したのがきっかけです。夫はその時一言もありませんでしたが、しつこく聞くと、もうダメかな俺たちと言ったのです。夫はとても穏やかで優しい、いわゆるいい人タイプです。しかし自分をさらけ出すのが苦手で、自分の考えをあまりはっきり言いません。私は打ってもすぐに響いてこないもどかしさをずっと夫に感じてきました。私も自分が変わろうとせずに夫が変わることを望んでいるかもしれないので、どちらも頑固なのかもしれません。それでもできれば離婚したくない。私を愛してくれているのだったら、それに応えていく自信はある。しかし夫は今の自分を私が受け入れないなら離婚しかないと考えているようです。お互い歩み寄れない虚しさをどうしたらいいのでしょうか。その人が感じてるのはなく、虚しさじゃなくて、苛立たしさなのね。虚しさじゃないですね。苛立たしいんですよね。だから、まあね、伺った限りではね、合わない夫婦ですね。は離婚ですか？その方がいい、お互いにいいんじゃないかしら。でもこの方ですね、多分36ですから3年前の33、
つまり満を持して大人同士の結婚だったと思うんです、やっと、うん、でもそれは自分がその相手がね、その付き合った時間があるじゃないですか、はい、でその時に大体その人が無口でですね、それでお話ししたデートのたんびにですね、そんな自分たちと建設的な将来なんてことは何も話せなかったと思うんですよ、はい、そのね、それに気がついてながらですね、その人と優しさとかなんとかで結婚しちゃったんでしょ、だから自分が自分の不明ですよね、だからそのご主人に変われっていうよりもね、自分も変わればいいんですよ。で自分はもっと仕事したいからね、あの家庭のことよりね、あの仕事の時間ちょうだいなんて、そういうことは結婚前にね、ちゃんと言っとかなければね、だから両方がね、あのいい加減でいいとこだけ見てね、それを自分のいい都合のいいように解釈してね、で結婚したんだと思うんですね、はい、だからこの人はその人と本当は離婚したくないのねみたいですよ。それだったらね、やっぱり自分が折れてね、自分は変わらなきゃダメですね。相手を変えようとしてるもの。自分は変わらない相手を変えようって言って。それはね、無理よね。でもどういうふうに、まあ、この人仕事もこのままバリバリ続けたいんですね。うん、それから夫とは、夫が看板を求めてるじゃあ贅沢よ、そんなの。はい、だって忙しくってね、それで一生懸命仕事したら、どうしたってね、家に帰る時間も遅くなるしですね、夫も夫の仕事してるわけでしょ。そうすると時間がピタッと合わないじゃないですか。今、まだお子さんがないのがね、良かったですよね。それでお子さんでもできたらね、どうなるんですかって、誰が子供の面倒見るんですか。そこからまず問題ができるでしょ。それで、だからね、それはもう性格はね、変わらないですからね、はい、性格は変わらないから、もう早いうちに別れて、あ、やり直した方がいい。でもせっかく結婚したんですから、この人なんとかちょっと反省もしてるんですよ、うん、私も夫も頑固なのかもしれないと、うん、夫は頑固じゃないですよ。男ってそんなもんですよ、大体初めから、はい、男はね、もう結婚したらね、最初、結婚するときはね、君の才能を伸ばしていいよとかね、好きなことをしなさいね。それはね、その、口説くときのね、常套手段でね、結婚したら、やっぱり、奥さんが朝ね、味噌汁を作って出してほしいとかね、そんなもんですよ。だから、帰ってきたら、ちゃんと、部屋に火がついてるとかね、だからそう、本当にね、男の方がね、なんていうか、進歩してないんですよ、日本のとか特にね。でも、そうだからって言ってね、お前急に進歩しろなんて、それは無理ですよ。女性の側から、うん、男性の側に、私と一緒にこう。歩けなんでね、それは無理でしょ。昔はね、同じスタートラインでね、こう結婚してこう歩き出すでしょ。そうするとね、気がついたらね、男の人の方が社会に出て揉まれてますからね、はい、どうしたってね、進歩するのね。で、どんどん歩いて、ふっと気がついたら、妻はあと後ろの方から来てるって、そういうことだった。家にいる場合が多いですからね。そう。今は違うのよ。今はね、男の人って勉強しないですからね、まあ、社会に出てね、その何かの立場に立つとね、もうそれでいいのね。うん、それで、ぐずぐずしてるでしょ。女の人はね、もうすごい、好学心がありますからね、上昇志向が強いからね、与えられた立場でね、もう一生懸命勉強するの。だからね、女の方、ふっと気がついたらね、定職この辺と。で、奥さんの方がずっと前にいるんですよ。そういうことが多いんですね。だから、今のね、その方もね、多分ね、大変なキャリアウーマンでね、有能だと思いますよ。ですからもう、どんどん気がついたら自分はスーッと言ってて、あ、働く時間が足りないから、あなたもうちょっと理解して、時間ちょうだいって言ったのね。だけど、ご主人はもう結婚した時の状態でじーっと言って、そこでいい気持ちなんですよね。だから、なんか奥さんがずーっともう、先に行っちゃったからね、本当はね、戸惑ってるんじゃないですか。はあ、またこれ以上、また妻がどんどんね、先に行ってですね、偉くなったらね、妻はどうなるんですか。だからそれやっぱり嫌でしょ、メンツがあるから。一応この二人がうまくいくために、そしてこの人が、虚しさから脱却するには。それはもう別れて、バリバリ仕事した方が虚しくないですよね。だから、子供があればね、これまた違いますよ。やっぱり、子供を産んでくれって言ったわけじゃない。自分たちが勝手に作ったんですからね。だから、その子を、不幸せにしないためにね、もっとどうにかしないって言って話し合いがありますけどね。この場合ね、
話し合いっていうのはね、なかなかできない。あのね、岡本かの子がね、はい、よくね、真向きになるね。男と女、こう、真向きになるね。はい、心が真向きにならないと嫌だっていうね。正面から向かう。そうそうそう、じっとね、もう真向きになったら、それと、この場合の男の人は、奥さんが一生懸命真向きになってっていうのをね、いつもこう、横向いてるのね。恥ずかしいのと、自信がないので横向いて。そういうのはね、嫌だってかの子は言ってるんですけど、真向きになってね、一番対等でね、向き合うってことはしんどいですよ。ね、それはね、家庭ではね、もうみんな真向きにならないで、ちょっとごまかしてですね、まあいいやっていうところで、お互いがね、安らぐとこなのね。はい、だからそれを奥さんはもう、あくまで真面目だからね、これちょっと真面目ですよ。真面目すぎるのよね。真面目だから、こっち向いて、こっち向いてって言ってね、言うんですよね。だから、そうのね、やっぱりね、男はやっぱりしんどいわね。でも今、40、50代の、まあ、長年結婚生活をしてきた主婦の方でも、うん、やはり夫と向き合いたいとか、そういう、まあ、真向きを求めてる人も多いですね。それはね、真向きを、それは正しいの。要するに悪いんじゃないんですよ。その奥さんの考え方が正しいんですけどね、世の中ってことはね、正しいことがスッと通るわけじゃないんですよね。はい、それでやっぱりね、どっかで、結婚生活は私やっぱりね、3割の妥協は必要だと思いますね。3割ですか、うん、その数字はどこからいや、うん、今ふっと出た。私はとてもそんな辛抱できないからね。だから、そのやめますけども、どうしてもその結婚生活をね、守っていこうと思えばね、やっぱり3割は妥協して、相手の嫌なところに目をつぶるとかね、しないとですね、真向きになってね、1対1は2なんてやってたらね、それはもうしんどいよ。男の立場になれば。やっぱりこの人少し自分が変わる、もし続けようと思ったら、だから本当に愛してるのかどうかってことをね、考えてみたらね、本当に愛してたらね、その男がね、もう仕事辞めてくれって言ってね、もうね、あなたが仕事するのはわかるけどね、自分はもう普通の奥さんが欲しいね。朝起きたら味噌汁がちゃんとできてるとかね、夜帰ってきたら部屋にね、明かりが灯っててね、そういうのがね、欲しかったんだって言ってね、その、白状すればですね、はい、じゃあそれに応えられるかって言ったら、この奥さんは応えられないですよね。そんな生活したくないと思ってるから、そしたらやっぱり別れたらいいね。それで、じゃあもっと優しい人と結婚してってね。でも、この人結婚しない方がいいんじゃないかしらね、女性の。はい。そこまでこう突き詰めて、やっぱりもう一回ちょっと自分も変わるし、かも、可能性を秘めつつ、うん、やっぱり、どの程度愛してるかね、はい。やっぱりね、仕事を取るか家庭を取るかね、仕事を取るか愛を取るかなんていうね、そういうね、時がありますよ。まだ結婚して3年目でしょ。3年目にそんなこと感じるのはね、もう早くやめた方がね、いいと思います、ね。はい、ね。50になってそれ感じたらどうします？虚しいです。うん、はい。もう一回よく考え直して、うん、で自分がどれだけ相手を愛してるかっていう、そう、その愛情によって自分は変われるかもしれないし、うんうんうん、そこですね。そうです、そうです。私はカナダの大学を卒業し、日本で公務員になりました。しかし肌に合わず、再びカナダの大学院に留学したいと考えました。その時、費用がどうしても足りず、親に相談しました。しかし、親とは公務員を辞めた頃から折り合いが悪く、留学する、外国へ行くということ自体、理解してくれませんでした。留学自体を決めた翌日から自分が崩れていくのをはっきり自覚するようになりました。アルバイトをする気になれず、かといって勉強する気になれず、引きこもりがちで悶々とする日々、過食が始まり、一日中食べては吐くようになりました。いつも過食した後、自己嫌悪に陥ります。一時の感情で取り返しのつかないことをしてしまいそうで、自分がとても怖いです。私はプライドが高いせいか、誰の肩にも寄りかかれません。今の生活から抜け出すにはどうしたらいいでしょうか。本当にプライドが高いと思ってるならですよ、
自分二十歳過ぎてんでしょ、二十、はい、歳ってのは成人式を終えてるんですよ。もう大人ですよ。それでもってね、またね、カナダへ留学するね、その費用をね、両親に何とかしてちょうだいって思ったわけでしょ。それで断られたんでしょ。そこがおかしいですよ。本当にプライドが高いならね、そんなものはね、自分で稼ぐね、ことを考えるべきですよ。だから、もうすでに、両親に依存してるじゃないですか。はい、ね。一回出て行って、それ、勉強させてもらった。それはおそらくご両親に出してもらったんじゃないですか。これはですね、自分である程度公務員時代に貯めたものを元に。でもそれで底をついてしまったということ、うん、そしたらね、やっぱりまたね、しばらく置いといてね、また2、3年ね、お金を貯めてですね、また行けばいいんでね、そこで、その、親にですね、どうかしてくれないなんて、助けてくれないって言うのはね、もう、それじゃプライドなんてない人の言うことですよね。だから、本当にプライドが高いならね、まず経済はね、自立しなきゃダメです、はい。経済的に自立しない人はね、そういう言う資格はないと私は思いますね。公務員辞めたのはどうしてなの？仕事がどうも向いてなかったと思う、自分で。そうのはね、だって、そんな自分に向いた仕事ばっかりないですよ、世の中は。いいと思って行ったってね、仕事っていうのはね、我慢しなきゃならないもんですよ。あらゆる仕事がね。はい、だから、それができないってことはね、まずわがままなのね。だから、そういう自分の弱点にね、やっぱり、ちゃんとね、目を向けなければ、自分も優秀だと思ってるからね、なんでこの優秀な自分を受け入れてくれないって気持ちがあるんですよ。だから、傲慢ですよ。うん、どこでも。だから、それはね、やっぱり世の中ってのはそんなにね、もう理屈通りにはいかない。もういろんな矛盾だらけでね、矛盾を抱えたのが世の中ですかね。その中で、やっぱり我慢しなきゃならない。耐えるっていうことがね、やっぱり生きることですよ。だから誰でも耐えてる。誰でもね、どの人でもね、みんなね、どっかで我慢してるんですね。瀬戸内さんも、こう、最初の時にその小説発表して、うん、それがこう、ある意味センセーショナルに言われて、うん、で作家活動の後にこう、妨害されたり。5年。その時にはやっぱり、それだけのこう、例えば、一時やっぱり経済的にもこう、細る時がありますでしょ？そうです、そうです。それから、そういうふうに言って書き出して信念を持った以上は、すべての責任もやっぱり、自分ですよ。もちろん。だって、物を書くということでね、で、家を破壊して、物を書き出したんですけどね、私はね、たとえ死んでもね、小説家にならないとですね、申し訳がなかったんですよ。自分の取った、行為に対して責任を取らなきゃいけない。はい、だから、あらゆる、苦難が降って入ったってね、それはもう当たり前だと思ったんですよ。バチが当たってんだと思いましたからね。そこを乗り越えなければと思って。そこで、ぐにゃぐにゃっと なったらですね、やはり、その、私が自分の思いを通すために与えたですね、人々ね、傷を与えた人々に対して、ね、申し訳が立ちませんよね。だから、そこはね、一度もね、交代したことはなかったの。なんとしてでも、石にかじりついてでも、小説家になろうと思ってましたから。今はなかなかそういう信念持てず、周りのせいに、まあこのケースもちょっとそういうところあると思うんですけれどね。やるなら本当石にかじりついても自分で働いて、お金貯めてから出直せばいいのにっていうふうに、旗で見るとそう思いますけれど、なんでこうやっぱり。甘いんですよ。甘えてるんですよ。だからね、自分がね、その、最初に、カナダ、留学したでしょ。はい、その時は非常に純粋ですよね。だから非常にそこまでスムースにいってるじゃないですか。で、公務員の仕事が嫌で出たんでしょ。はい、辞めたんでしょ。はい、その時はその公務員、せっかくなった公務員の仕事を捨てるとね、捨てたという自分の行為に自分で責任を取らなきゃいけません。はい、だから、その後でですね、また行きたいから、お父さんお金ちょうだいって、それはね、持ってるのかだと思いますね。自分で責任を取って、自分でまた働いて、お金を貯めて出直すとかね。責任取るってことはそういうことなのよ。自分が辞めたんだからね、公務員だってなりたくて、もう、うじゃうじゃなりたい人がいるのにね、その人が優秀だから、ちゃんと公務員になれたんでしょ。やっぱりそこにある種の感謝を持ってですね、やらなければね、公務員がだ、肌に合わないって言いますけど、その人、よそ行ってもね、また肌に合わないって言いますよ。またよそ行って、また肌に合わないって言いますよ。それはね、自分の思うようにならないところは肌に合わないんですよ。その人はね。だから、やっぱりね、世の中っていうのは持ちつ持たれつですからね、自分だけを通したってね、それは無理ね、通そうと思ったって。はい、
それみんなね、誰だってみんなね、みんな我慢してるんですよ。どんな人だって我慢してるんですよ。だから、その少しはね、我慢するのが、生きることだってことをね、思いを徹しなければね、はい、やっていけないと思いますね。今年25歳になる娘のことで相談いたします。小学中学と成績優秀で礼儀正しく素行もよく、いつも担任の先生からお褒めの言葉をいただくような優等生でした。私にとっては自慢の娘で、どれほど将来に期待をかけてきたことか。それが高校生になった頃から反抗的な態度を取るようになりました。その後大学に入り、中小企業に就職したのですが、何も相談なく辞めてしまい、以来アルバイトをしたりしなかったり、現在はブラブラ遊んでいるようです。娘が幼い頃から私は外で働き、寂しい思いをさせたこともありました。しかしその分、ピアノやバレエも娘がしたいとせがむ習い事には十分お金をかけてさせてやることもできたのです。一生懸命働き、娘のことを思って子育てをやってきたのに、この虚しい限りの気持ちをどのように解消したらいいのでしょうか。もうそういう、もう相談、本当に私のとこ多いんですよ。それはね、必ずね、お母さんがね、キャリアウーマンです。あなたのようなね。はい、で、この方もね、ずっと働いてきて、キャリアウーマンですよ。キャリアウーマンで頑張ってきた。それで、お母さんがキャリアウーマンでね、で、おそらくね、素敵でね、人が見ても、あ、お宅のお母さん綺麗ね、とか若いね、とか言われるような人なんです。そうするとね、娘はね、小さい時はね、もうそれが自慢なの。それで、うちのママはね、若いは綺麗だわって言ってね、それで、優秀だわってね、それ、お母さんのようになりたいとね、思うんですね。それで、お母さんが自分の理想のね、一つの映像なんですよ。ところがね、自我が出てくるのがね、ちょうど中学生になった頃ね、その13、4歳。それからまあ高校生ですね。もうこの人遅いぐらいですね。大体ね、中学に入った頃からね、自我が出てきます、人間にね。それでふっと気がつくとね、今まで私は素敵なお母さんのようになりたいわってね、一生懸命勉強したのね。それで成績も良かったんでしょう。そしてお行儀も良くて、と褒められっ子だったのね。ところがね、ふっとね、ある時ね、自分はとてもお母さんにかなわないってことにね、自我ができると気がつく時があるんですね。私はこれだけ勉強してね、やっとここまで来てるけどね、もうお母さんなんかスラ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 とね、その仕事ができてると。それで、どうも私は、ママよりも出来が悪いんだわってことをね、気がつく時があるんですよ。で、その時がね、もう、その時が山なのね。で、その時にね、自分に自信を失う。それから、成績が落ちます。必ずその時ね。そうすると親はわからない。なんであなた、こんなに急に落ちたのっていうふうに言うの。わからないですからね。親も動揺するでしょうね。動揺する。そして、なんか急に人間が変わったと思って、お母さんはどうしていいかわからない。しかし、もう、ここなんかまあいい方でね、だんだんね、そう重症になりますとですね、もう子供がね、用事帰りするのね。そしてね、お母さんね、もう袖を起こして引っ張ってね、もうどこでもついてくるんですって。それでね、私はね、仕事にも行かれませんって泣いてみる人いますよ。もうね、用事がありしちゃってね、子供になっちゃうの。それで、もうね、お母さんがいないとね、もうじっとしてられなくて、もういい歳になってるね、もう16、7になってるね、お母さんにくっついてですね、ずーっとね、歩くんですって。だからね、もう会社にも行かれませんってね、泣いたお母さんがいますね。だけど、それはね、お母さんが、子供の変化するときに気がつかなかったわけ。だから、やっぱりね、このお母さん言ってでしょ、自分働いたから、寂しい思いさせた代わりに、習い事でも何でも、あらゆるものさせてやったって、そこが間違ってんですね。子供はね、その習い物事なんかしたくないんですよ。お母さんに常にそばにいてほしいんですよね。だからそれは夫以上だと思いますね。お母さん常にそばにいてほしい。しかしそれはいてくれない。でもそのお母さんは社会に出て非常に優秀で、みんなにね褒められてる。そうすると自分が間違ってるのかなと思ってね、悩みますわね。
で、そこの、その時の悩みに親が気がついてあげなかった。それで、だんだん子供は自信を失ってですね、で、そういうふうになるんですよ。だから、これはですね、もう今ね、お嬢さんがですね、勝手に仕事辞めたってですよ。何かやってんでしょ、何かアルバイトしたりしなかったり、ブラブラしていると。ブラブラしててもですね、もうそれ出て行ってもらったらいいのね。まあ、私は自分でね、はい、もうそうやって、道を選んでんだからね、もう食べさす必要はないと思うってね。はい、だから、もう二十歳過ぎてでしょ、お嬢さん。25ですね。さ、もう20はもう立派な大人、もう出て行きなさいって、それで自分でね、生活しなさいってね、そう言えばいいんですよ。だから、親は必ず子供が可愛いからね、その子ぐずぐず言いながらね、ご飯も食べさせてですね、お小遣いもやってんですよ。そのことする必要ないですよ。それは子供に子供の責任取らせばいいんだよね。で、お母さん嫌いじゃないけど、あんた嫌いじゃないけどね、こんなことしててもダメになるだけだからね、もう自分で出て行ってね、自分で好きなようにしなさいって。それでその、お嬢さんがね、どう転落するかわかりませんよ。はい、しかしそれはね、やっぱりお嬢さんの責任です。親の責任じゃないって私は思いますね。でもそこまで至る段階でやっぱり本来その、だから中学高校ぐらいの自我の目覚めて、で、じゃあ母親に対するコンプレックスをこう抱いてしまったと思った時に、うん、いや本当はどうするべきだったんでしょうか？それはね、お母さんはですね、もう自分の仕事に夢中でね、気がつかなかったんだと思う。お嬢さんが何を思ってるか。もう何でも習い事してさ、ほら、あれ、やりたほら、お金あげる、ほら、お金あげる、あれしなさいって言って、お金さえやっとけばね、いいと思ってたんですよ。そこが、その付けが来たのね。だから、それは根本お母さんが悪いんですけどね、今そのこと言ったら仕方がないじゃないですか、もう済んだことだから。それよりも、これからね、自分はやがて死んでいくんですから、自分もお父ちゃんも死んでいく。娘が残るんですよ。で、娘がここでしっかりしないとですね、どうするんですか。だから、娘を鍛えるためにですね、家を追い出した方がいいと思いますよ。はぁ。それは本当のね、愛情じゃないでしょうか。だら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 甘やかしてたら、いい気になって、まだもっともっとだらだらしますよ。でもある程度こうなんかこう娘に対して心配をしていたからこの人って支えられたのかもしれないけど、その虚しい限りの気持ちをどう解消したらいいか。じゃあこの人は娘のことをじゃああえて荒波にこう突き放すというか鍛えるためにしますね。で、その後この人はどうしたらいいでしょうか。虚しくなんかないじゃないですか。一日もその娘のことが心配でですね、その突き出したんだから、それはやっぱりずっと心配してますよ。心配があるってことはね、虚しくないですよ。ああ、なるほど。だからね、その中途半端だから虚しいんですよ。中途半端だから虚しいんですよ。だから、自分が、お金じゃない、自分の才能と、なんて言えばいいかな、自分の欲望ですよね、世の中で働くなんて、ごめんなさい、ね。いや、そうかもしれません。ね、そうなの。私もそうなの。だからね、自分の欲望を満たすためにですね、結局、娘を犠牲にしたんですね。だから、そのことを、自分にね、後悔して、懺悔してればですね、虚しくなんかなる暇がないですよ。で、娘は必ずね、突き放したらね、そこでね、また挫折するかもしれない。しかし必ずね、その時になってね、親が、とても自分を愛してくれたっての気がついてね、帰ってきますよ。はい、改めて。で、その時にね、新しい再会があると思う。大学を卒業し、OL をしていましたが、ずっと好きだった絵を描くことが諦められず、夜間の学校に通い、デザイン事務所に入りました。事務所は倒産しましたが、美術館に再就職できました。この不況の中で、好きな仕事にありつけるなど、とても幸運だと思います。仕事の傍らで、描いた絵を人に売ったりもしています。絵を褒めてくれる人もたくさんいます。新しい職場ではもちろんいろいろあります。イライラしている女性社員が感情的に突っかかってくることもあります。自分の魂が悲鳴を上げているようにさえ感じます。しかし一方で自分の心が冷めていくのがわかります。穏やかに笑うことさえできるのです。それなりに良き家族や友人に囲まれ、
身を焦がすような恋も経験してきました。しかし虚しいのです。これからも今の状態で生きていくのが正しいのかどうかわかりません。どう生きていけばいいのでしょうか。30いくつ ?35 です。もう恋人作ることですよ。でもいろいろ身を壊すような恋もしてきたらしいです。恋をしてきたけども、今それがなくなってるでしょ。だから今一人って、はあ、でしょ。そしたらね、35だったらね、その虚しさはね、恋人のいない虚しさだと思いますね。つまり他のことは結構いろいろ手に入れてると。そうそう。ああ、うん。だから、そこにね、目をね、向けないってことはね、よっぽどね、その前の恋でね、ひどい目にあったのかもしれない。かなり、痛い恋だったみたいですよ。うん、だけどね、そんなのはね、たまたま相手が悪かったんでね、はい、そんな優秀な人でね、おそらくね、容姿も素敵だと思いますよ。だからね、そんな優秀な人にね、新しい人がね、現れないはずありません。だから自分は心を閉ざしてるから気がつかないんでね、もっとこう、ちょっと周りを見回してみたらですね、うっとり自分を見つめてる人がね、一人や二人必ずいますよ。だからね、あんまり高望みしないで、はい、今度はもうね、優しいね、人と、恋愛した方がいいんじゃないでしょうか。あるいは結婚するとかね。そうすると、外であった、悔しいこともね、全部その人に打ち明ければですね、割合その心が和やかになるじゃないですか。だから一人でね、キャリアもね、一人で生きていくっていうのはね、やっぱりそれはきついですよ。きついです。やっぱりこう人が虚しさをいろんなものを手に入れて、この人の場合もまあ、もしこれで結婚までですね、結婚とか恋人とかいうことに恵まれたとして、それでももし虚しいっていう人もやっぱりいますでしょ。います。それはいます。ね、夢中にね、やってる時はね、そういうこと感じる暇ないのね。だから、ちょっとこう、ほっと一息ついた時じゃないかしら。だから、もうとにかく、あそこまで自分は仕事しようっていうね、目標があってですね、無我夢中の時はね、そんなこと考えてられないですね。でそれが、ふっと気がついたら、自分が、望んでたことが全部果たせたっていう時ありますね。はいはい、その時に、喜ぶよりも、人間って虚しさを感じるんじゃないですかね。だから、これで終わったと思う時にね、虚しいんですよ。私はね、51歳の時ね、もう見るべきものは見つっていうふうなね、感じがしてましたからね。すべてももう達成見てしまったという、うん。そういう感じね。もう、したい仕事もしたし、なんとなく、まあ、空虚な目していながらそれも得たしね、という、そういう感じでしたよね。だから、そういう、それやはりね、はっきり言って思い上がりなんですよね。思い上がりですね。だから人間がそんなにね、何もかも満たされるなんてことはありえないんですよね。はい、それで自分のことしか考えてないから、自分はこれだけもう全て手に入れたからいいなんて思うのがもうそれは傲慢だと思いますね。瀬戸さんが出家に腰踏み切って、そこからどう変わっていけたのか。その虚しさはどういうふうに、それは私は51だもの。だからもっともっといろんな、もういろんなことをして、いろんな苦しみもあったり、いろんな悩みもあって、はい、それでもうそれをもう絶え間なく仕事しましたもの、私は人の何倍か。はい、その挙句ですからね、こんなのアマチュアと違いますよ、私の虚しさは。だからみんな虚しいなんて、それは簡単に言ってほしくないわね、虚しいなんてね。言うのは簡単ですよ。この15、6年の虚しさの違いっていうのは、虚しさ、積もり積もって、どこまで高まった虚しさだったんですか？高まったのか、深まったのかわかりませんけどね。やっぱりね、死ぬかどうかっていうところまでね、突き詰めましたね。なぜでも、本当に今、人から見たら、売れっ子の作家でらした。うんうん、それで、なんか。ただね、私はね、やっぱりね、自分の選んだ文学に対するね、理想が高かったんですよ。はい、だからね、やっぱり自分の書いた小説がね、世界的、その、名作のレベルにね、達しないと嫌だと思ってたんですよ。だから自分の書いたものを見たら分かりますよ、もうそんな何十年も書いた、ああ、この程度かと思ってね。それで、まずそこでに虚しさを感じましたね。それで、私は、たったこれだけのことのためにね、まあ、いろんな人を傷つけてきたんだなってことね、そこから始まった虚しさですからね、そんなね、甘っちょろくないですよね。それも、死んでもいいと思ったくらいの虚しさでしたね。
でも死んでしまったらそこの段階でもうさらに。だから、それじゃあね、やっぱり、また迷惑かけるじゃないですか。だから、もうここでやっぱりね、死なないならばじゃあどうすればいいかってことを突き詰めて考えたですね。なぜそれで出家というかなり究極の手段ですよね。それ、出家は生きながら死ぬことだと私は理解しましたから。だから出家を選んだんです。それは今も変わりません。よかったと思ってます。しかしその後の瀬戸内さんはもっと生きてらっしゃいますよね。つまりその一瞬のことじゃなくて、さらに充実されたような気がします。いや、だからそれはね、結果論でね、その時はもうこれでもう幕が引かれると思ってましたよ。だからどこも書かせてくれない、それでもいいかってことを自分に随分問い詰めました。はい、だけど、蓋開けてみたらね、なんか余計仕事が来るようになって、いろんな、もっと仕事がね、こう発展しましたね。だから、人間は、自分に見切りをつけちゃいけないんだなってことをね、思います。だからやっぱりね、自分でね、途中で命を絶つとかね、何か自分を投げ出すということはね、やはり傲慢なんですよ。やっぱりね、与えられた命はね、もう、死ななきゃならないというか、来るまでですね、やっぱり精一杯に生きることがね、これが人間の務めだと思いますね。ですから、虚しい虚しいなんて言ってる間にね、何かやってほしいですね。はい、何かやってほしい。なんか自分よりももっと弱いもの、自分よりもっと苦しいもの、ね、痛々しいもの、そういうものがね、あるはずですよ、自分の周り。その人たちにね、自分が生きてるということだけでね、慰めを与えてほしいですね。そことはね、いくらもあります。考えてみて、こう、周りを見回したらですね。自分のことしか考えてないから虚しくなるんでですね。ボランティアなんて軽く言いますけどもね、そんな軽い気持ちじゃなくですね、はい、本当に無償で、何か自分のね、生命を注いでですね、何か一生懸命してきたらね、虚しさなんて吹っ飛びますよ。だから自分のためじゃなくね、なんか人のためにね、無償の行為をね、なさればいいと思いますね。はい、そうすると、その時は無償だからね、きついですよ。しかし、必ずそれはね、ある時、ふっと気がついてね、報われてます。だからね、例えば私が天台寺行きましたね。もうずっと16年間ね、もう、一銭もお金もらわないんですよ。そんなことできないですよね。なんで行くのって言われるけどね、ほら、私はもう義務だと思ってね、喜んで言ってるわけじゃないでしょ。しんどいですよ、それはね。大雪も降りますし。大雪も降りますし、転びますしね。だけどね、それはもう、これは私が、そのね、還俗もしないで、受け入れてもらったんだからね、これは何かお礼をしなきゃっていうね、もう義務で言ってるんですけどね。はい、ふっと気がついたらね、まず私が80まで生きてるじゃないですか。じゃあ健康の証拠でしょ、はい、それから仕事もどんどんね、できたじゃありませんか。そういうことはね、ああ、これが全部ね、報いてくださったんだなとね、今頃になって気がつく。仕事してる時はそんなこと思いませんよね。はい、ほっと一息ついた時、ああ、やっぱり、ほら、守られてるなとかね、ああ、ちゃんとね、報いてくださってるなっていうふうにね、そういうゆとりのある時に思いますよね。ですから、ゆとりがあるからまた虚しいなんて思うんですからね、ゆとりなくすればいいんでしょ、自分の生活に。